おかしいわね。私の聞き違いだったのかしら。竜の血脈を甘く見てると後悔する？これが？この程度で？結局、あなたは甘やかされて育ったお嬢様に過ぎないということ。人前に息の根を止めてあげてもいいのだけど。銃で撃たれるのってどういう気持ちなのかしら。撃つ方は狩人を気取っているのかもしれないけれども、狩られる方は一心不乱に逃げ惑いながらも、いつ背中に銃弾がめり込むのか、その恐怖に怯え続ける。ねえ、面白そうだと思わないかしら。あら、逃げるつもりなのね。威力は十分みたいね。あら、素敵ね、その生意気な目つき。見つめていると哀れみよりも怒りの方が湧き上がってくるわ。残念だわ、悲鳴を上げてくれないなんて。それじゃあ、嫌でも泣き叫ぶようにしてあげましょう。か弱い獲物を追い詰める狩人の気分を味わうつもりだったけど、やめたわ。代わりにこの銃で両手と両足を撃ち抜いてあげるわ。身動きができなくなってから、今度は魔法でじっくり痛むで。あなたが死んだら、ハインドラ城へその亡骸を届けてあげるわ。それを見てオベロンはどんな顔をするかしらね。この距離なら外すこともないわ。指輪の力、まさか。モント様、あなたはルティアル姫ですね。オウィス城防衛には多大なお力添えをいただいたと聞いております。お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ございません。憎きハインドラの姫アライアをこの場に追い詰め、とどめを刺そうとしていたところです。ふざけないで、モント殿、騙されないで。この女は、これはどういうことでしょう。君たちのやりとりは少し前から見せてもらっていた。アライア殿が銃を奪われる前から。モント様ともあろうお方が、人が悪いですわ。あなたにもすっかりバレてたわけね。それじゃあ仕方ないわ。あ
あなたたちリオニスも滅ぼしてあげる。ここまでだ。モンタ殿、オイス城は天意により破壊されてしまった。またマクランドも仲間を救うため命を落とした。でもそれでもみんな諦めていない。オビスを復興させようと必死で努力している。僕たちリオニス、そしてホル、ウェゼットも協力は惜しまない。きっとオビスは蘇る。そのためにルティアル姫、あなたの力が必要なんだ。確かにあなたは罪を犯したかもしれない。でもやり直すことはできる。僕はそう信じている。だから、ルティアル姫、みたいな気持ち悪い男は生まれて初めてさ。やり直すことはできる。はあ？胸がムカムカするんだよ。あんたみたいな聖人君子面した男を見るとね。違う。僕は心から。なんて膨大な魔力。こんな深い傷を負ってるのに、どこからこれほどの魔力が湧き上がってくるの。私の魔力は無尽蔵。感情の激しい高ぶりがあると体の奥から強大な魔力が溢れ出てくるのよ。特にモント、あんたみたいないい子ちゃんぶってるクソガキを目にするとね。落ち着いてくれルティアル。こっち見るんじゃねえよクソが。言葉では綺麗事ばかり並べ、いい子ちゃんで言おうとする最低のゲス野郎。その仮面を引っ張がしてやりたい。あんただって本当は私のことを殺したくてたまらないんだろ。いいんだよ、正直に言っちまいなよ。私のことを心から憎み、殺したくて仕方なくなる。そういう風にしてやろうか。なんとか言えよクソ野郎だ。モンタ殿、大丈夫だ。
げられたわ。追わないと。イブル、戻ったか。他の者たちは。いいえ、まだのようです。私は東のリドムの村を調べてきました。リドムの村はほぼ全て教会の信徒。村に人は？もぬけの殻でした。足跡を追跡したところ、全員が教会訪問。そうか、分かった。ありがとう。それともう一つご報告がございます。信徒たちは変異に戦いを挑む。なんだって？やはり信徒を使って転移を止めようとしているのか。なんて残酷なことを。ルティアルも言っていたわ。確かにサーダリーを守るべく転移に立ち向かい散っていく、そんなようなことを。先の対戦でもサーダリーは信徒をそうやって利用した。僕は急いで教会へ行き、サーダリーを止める。アライア殿、あなたは？私のことは心配しないで。ありがとう、あなたのおかげで助かった。いや、君を一人でここへ残すわけにはいかない。ニブル、頼みがある。アライア殿の護衛をし、無事にランダル城へ送り届けてあげてほしい。承知いたしました。この命に代えてでもお守りいたします。僕らを倒すつもりならルティアルは逃げたりしなかっただろう。そうね、勝ち目がないと悟って姿を消したんだと思う。とはいえ、何があるかわからない。決して油断しないように。ええ、分かった。久しぶりね、ニブル。やめて、あなたは今ではリオニスの立派な一員なのでしょ。私との間に上下関係なんかないんだし。いえ、あなた様にはお礼を言いたいと思っていました。ゴーガの里ではどうもありがとうございました。私は自分のなすべきことをやっただけ。ではランダル城へ向かいましょう。お供いたします。もう少しでアライアを始末できたのに。本当、リオニスなんて小国のクソ雑魚の分際で、この私に、このオビスの女王に生意気な口を叩いて。思い出すだけでまた吐き気がしてきたわ。許せない、絶対に許さない。あの澄ました顔を怒りでぐちゃぐちゃにしてやる。あなたがリオニスへ仕官するとは思わなかったわ。私は数々の罪を犯しました。
それらを全て償うことはできないかもしれません。でも少しでも誰かの助けになりたくて。それでリオニスを選んだのね。賢明な選択だわ。モント殿は噂通りのとてもいい人だった。天意と戦い劣勢だった兄もモント殿に救われたと聞いたわ。どうしたのですか、いきなり。あら、あなたはそう思わないの？思います。あの方のためならばこの命を捨てることだってできます。そう、でもそんなことになればきっとモント殿は悲しむわ。私も悲しい。え？私も己の未熟さから教会に騙され、愛する人を傷つけた。あなたと私は似たようなものなのよ。ランダル城へ急ぎましょう。アライア殿、どうかなさったのですか？天意がこちらへ向かっています。この場所も安全とは言えません。不本意だけどルティアルを見逃す形になってしまった。でも本当にそれでいいのかしら。ルティアルはここで何をしていたのでしょう。私もそれが引っかかっているの。近づいてくる天意を監視するだけならば他にも場所はある。それにルティアルは教会の客人だと思うの。客人が友もつけずにこのような場所に来るのは。ええ、やはりおかしいわ。ねえニブル。はい。ルティアルを追うのを手伝ってくれないかしら。え？ルティアルは恐ろしい女よ。あの女を放っておくことなんかできない。いや、私はモント様にお約束いたしました。この命に変えてでもあなたをお守りいたしますと。ありがとう。では行きましょう。あの傷ならルティエルはそれほど遠くには行っていないはず。ガーンズバックか。心配ならいらぬ。ジーターへの尋問は完了した。やはり奴は教会と。ああ、申し訳ございません。オベロン様の右腕とも言うべきハインドラの精鋭ガセツ6人、その中から裏切り者を出すなど、責任は私にあります。いや、それを見抜けなかったのは私だ。しかし、それよりも私に用があったのではないのか。は、実はアライア様が数名の友を連れて。まさか教会へ。おそらくはお引き止めしたのですが。ジーターによれば教会にはルティアルがいる。アライア様はその真偽をお確かめになるために
そうだな。私が後を追います。いや、私が行こう。オベロン様自ら。私もこの目で真実を確かめなければならない。そしてその真実が残酷なものだとしても。例の銃が完成したと聞いたが。はっ。ではその銃とともに全軍出陣の準備を。目的地は？ひとまず天意を目指せ。ただし近づきすぎてはならない。承知いたしました。私はアライアを連れて合流する。場合じゃないだろう。知ってるだろう、教会に天意が迫ってる。こうやって争い血を流せばさらに天意を引きつけることになる。私たちにできることがあれば遠慮なく言っておくれよ。何もない。これは我らの問題。部外者は首を突っ込まないでもらいたい。祈りは天意討伐に加わってくれたじゃないか。普段は敵対してても今は。モント様。リリシュ、これはナイフらしいんだ。ルティアル側に着いた僧兵たちは教会を封鎖してる。ささやき、頼みがある。至急サーダリーと話がしたい。なぜサーダリー様に。先の対戦でサーダリーは信徒たちを操り戦に巻き込んだ。あれと同じことが今起きている。信徒たちが天意に勝ち目のない無謀な戦いを挑んでいる。まさかサーダリー様が。そんなことをしても誰の益にもならない。すぐに止めなければならない。これは教会だけの問題じゃない。君はまだサーダリーに罪を犯させるつもりなのか。わかっている。なるべく彼らを傷つけないよう戦う。血を流せば天意を刺激することにもなるから。正反対の性格をした双子と聞いたことがあるが、私には同じに見える。力を貸してほしい。もちろんだ。要はモント様が教会の中へ入れるようにすればいいってことだろ。何があってもここはどうじゃねえ。
時間がない。一気に攻め込む。おっと、動いたら怪我するよ。じっとしている。行こう。わかった。貴様はリオニスの門徒。ここは通さぬ。ささやき様、なぜ門徒と。剣を下ろせ。この者は敵ではない。今は ルティアルに寝返った者たちが扉を封鎖し、我らは閉じ込められていました。反旗を翻した者たちはすでに鎮圧した。ルティアルは今はそのようなことはどうでもよい。嘆きはどうした。はい、驚きました。まさかお戻りになられるとは。どうしたのか。はい、こっちだ。邪魔者だよ。急ぎな。ここは私が抑えるから、あんたはサーダリーよ。勝負あった。無駄に命を落とすことはない。冗談じゃないね。何やってんだい。せっかくの復讐の機会なのに。フォセットというのは。みんな、お姉様たちは私のことをそう呼んでいた。嘆きじゃなくて、
私は、その名前が嫌だった。なぜ、フォセットと。私たちは、羨ましかったのだ。嘆きのことが。この子だけが唯一私たち4人の中で微笑むことができた。嘆きなんて呼びたくなかった。だからフォセットと。フォセットとはエクボのこと。そんな意味があったの。彼女は私たちの希望だった。希望。私たちもいつかフォセットのように微笑むことができるのではないか。そうすれば一歩でも、いや半歩でも人間に近づくことができるのではないか。作られた存在でありながら、我らはそんなことを夢見ていた。知っていましたよ。サーダリー様。私に隠れて、あなたたちがそういう呼び方をしていたことを。それも、ルアーサを最前線に送った理由の一つってことか。私が作りたかったのはエキシア。この教会は私と彼女だけの城。それが汚されるような気がしました。今となっては愚かな考えだとわかります。でも、あの時の私は、心からお詫びします、ルアーサ。罰を受ける用意はできています。どうか、好きにしてください。サーダリー。君は先の大戦で信徒たちを操って僕たちを襲わせた。ええ、間違いありません。それも私の罪です。今も君は。今も信徒たちが天意に無謀な戦いを仕掛けているそうです。まさか。サーダリー様がご命令したのではないのですか。私はそのようなことはしていない。では一体誰が。信徒たちを操るクリスタルはルティアル殿が。なんだって。そうか、だからルティアルはあの丘にいた。信徒たちを救わなければ。しかしルティアルの居場所が。ささやき、ここを頼む。それは構わないが。教会へ来る前に僕はアライアと共にルティアルと戦っていた。だが急ぐあまりに手負いのルティアルを逃してしまった。どうするんだい、ルアーサ。
このままじゃ。造反した僧兵たちは完全に制圧した。そうか。サーダリー様、客人をお連れしました。客人？あなたは。エキシア。